はい、皆さんこんばんは。神カウンセリングアカデミーの遠藤です。今日はですね、あの投稿にも書いてあるんですけども、じゃん、こちら、読まれる投稿、見られる動画の絶対条件ということでお話をしていきたいと思います。遠藤、ここ数日ね、ずっと引きこもっていて、約1週間近くなんですけど引きこもってて、まあ、動画をですね、見て見まくってたんですよ。まあ、みんなに怒られると思うんですけど、夜あんま寝れないので動画をね、3時とか4時ぐらいまで見てる日が多かったです。すいません。今日はそんな中で、まあ、ある法則にね気がついたので、やっぱ読まれる投稿とか、まあ、動画を上げてる人とかだったら見られる動画っていうののやっぱ絶対条件があるなと。みんなちなみに何だと思います？なんだ、みんなね、これは聞いたことあると思う。タイトル命なんですよ。でもみんな知ってるじゃん、そんなの。タイトルは大事なんですけども、一番その動画を見てて多かった NG タイトルっていうのをですね出しました。だけどもやっぱ読んでもらいたいと、もし思うのであればタイトル気をつけた方がいいんですけども、一番多かった NG タイトル、これですね、答えを書いちゃうっていうことなんですけども、何答えを書いちゃうってどういうことって思うと思うんですが、答えを書いちゃうってどういうことかっていうと、例えば今日のね、あ、ごめんなさい、遠藤のこの動画のタイトル覚えてる？読まれる投稿、見られる動画の絶対条件っていうタイトルだったんですけども、例えば答えを言っちゃうっていうのが、今日の動画のタイトルはこちらです、じゃじゃーん、タイトル命、今日のこれ答えじゃん、それをタイトルに書いちゃうっていうのがすごく多いな、 NG な失敗ですね。だけど間違いではないんですが、ただタイトル命って本文を読む前とか動画を見る前にこれが目に入ってきたら、あ、タイトル命だよね、そうだよねで納得して動画を見る必要がなくなっちゃうってことなんですね。あくまでも動画を見てもらうためとか、その下の投稿の文章を読んでもらうためにはタイトル命って書くよりも、こういうふうにね、読まれる投稿、見られる動画の絶対条件って書いた方が、あ、それってなんだろうって思ってもらえるじゃない。でこんな感じでですね、今日はですね、皆さんにすぐできる、すぐ取り組みやすいタイトルの付け方3選をですねピックアップしました。じゃん、今日はこの3つを覚えていきたいと思います。1個目、オープンループって書いてあるんですけども、ちょっとこれはですね、技で、スピーキングの技でもあるんですけど文章にも使えます。視力検査のね、 C の上向いてるやつみたいな感じなんですけども、通常ってこういうね、円じゃんなんだけど、パカって一部が開いてると、ここね、そこが人は気になるんですよ。気になるので、動画ですごくうまいのが、男性の方はよくわかるかもしれないんですけども、これが一番うまいのは、エロ動画ですね。はい、もうちょっと見たいっていうところで、本編は動画でみたいなね、本編は会員登録してねとかよくあるじゃないですか。まあ、そそる感じですね。なのでこれ文章でやるとどうなるのかっていうと、例えば絶対に売り上げが上がる〇〇とか、まあ、隠すってことですね。動画を見てもらうために重要なあれとはとかみたいな感じです。一部隠してるじゃないですか。だからそのあれとか〇〇が気になって分かっちゃいるけどついつい見ちゃうみたいなね、ことが起こります。それから質問型っていうのがあります。これは質問されると答えたくなるっていう人のね、心理があるんですけども、質問型、まあ、今日のやつは結構それに近いですね。タイトルをね、もう一回今日のタイトル復習すると、読まれる投稿、見られる動画の絶対条件って切ってるけど、絶対条件とはって書いたら、これクエスチョンになるじゃないですか。これを手に入れるためにはどうすればいいのかっていう質問形みたいな形で攻めるのは私結構これ好きですね。はい、あともう一個、3つ目、これはですね、非常識って書いてあるんですけれども、
非常識っていうのは通常みんなが当たり前だって思ってることの、まあ、逆をつくような言い方をするものですね。例えばダイエットとかよくあるんですけども、鈴木園子さんって覚えてますかね。結構前になんだろう、お肌はすごい美白だったんですけど、その人が出した本でバカ売れした本が痩せたいのなら食べなさいっていう本だったんですね。当時はダイエットって食べなかったら痩せるってやっぱり若い子たちってみんな思ってて、だけど鈴木園子さんは息子さんかなを拒食症で亡くしちゃったことがあって、とにかく食べてもらいたかったんでしょ。だから今まで食べないっていうのがダイエットの主流だったのを覆すような表現を取ったら、ものすごい本が売れて、それからバンって有名になったっていう話もあります。なのでこの3つをですね、ちょっと意識してやってみるといいかな。内容としてはまあ〇〇とか使うのはすごくすぐ使えるかなと思います。とか言って明日の投稿になんちゃらな〇〇とかめっちゃ増えたら面白いなと思うんですけど、あと質問型、まあ、何が手に入るのかなっていう、何をしたらいいんでしょうかみたいな感じでクエスチョンで終わらせるもの、あとは非常識、今までみんなが常識だと思っていたことの逆をつくやり方ですよね。働かないとお金が入らないって思っていたものが、たった3分でスマホ1台でクリック1個で500万円みたいなね、にする方法とは、これ合わせ技だけど、めちゃめちゃ人気出ますよね。どことは言いませんけど、そういうね宣伝の仕方とかもあります。だからタイトルってすっごい大事だったりとかするんですよ。投稿を読まれたい、それから見てもらえる動画っていうのをですね、撮っていきたいための絶対条件としては、やっぱりタイトルが命になります。で、最近一番多いタイトルってで間違えちゃってるなって私が思うのは、 NG タイトルとしては答えを書いちゃってるってことですね。答え書いちゃってるっていうのは、もう先にその本編の一番大事なことを書いちゃうってことです。これはそれを開く意味がないってことですよね。そうすると中を見てもらえなくなっちゃうから、そこは気をつけていきましょう。一番多いです。だから自分のタイトルって一番最後にもう一回見直した方がいいんですけども、これ見て動画見たくなるかなって考えてください。で、じゃあどういうのを気をつけたらいいかっていうと、今やった3つです。1個オープンループ、なんとかの〇〇とかあれとはみたいな感じで表現する。それから質問型ですね、何が手に入るのかなっていうのを書いてあげて、それの方法とはみたいなクエスチョン書き、あとは非常識ですね、今までみんなが常識だと思われているものを覆すような表現を入れていくと、すごくビューとか投稿を見てもらえる人が、見てくれる人がすごく増えます。圧倒的に増えます。これね、ちゃっちゃっと見た中だけでも、同じ動画何本も撮ってる人でタイトルがいいなって思ったやつは、なんとですね、通常450ぐらいだったのに、その投稿だけ730とかなんですよ。すごくないですか。あ、なんかコメントいただいてるんでお答えしていこう。お初です、ゴルフのアップで読まれる投稿を教えてください。あ、ありがとうございます。じゃあちょっとお答えしていきましょうか。ゴルフのアップで読まれる投稿ってことなんで、つまり見てくれてる人はゴルフをやりたい人とかやってる人ってことですよね。じゃあその飛距離を伸ばしたいとか、スコアを縮めたいとかっていうのが、まあ、多くの方が悩まれてることなのかな。あとは初心者の方だったらどういうクラブを選んだらいいかなとか、だったらそのお客さんの悩みってどんなのかなっていうのを考えてみて、初心者向けだったら、もう初心者に絶対おすすめクラブ5選とか言うと、おーって見たくなったりとかするし、飛距離を伸ばすたった一つの方法とかいいですね。あと簡単とかすぐできるとかって言ってあげたりとかすると、あ、自分もできるかもって思ってもらうので、いいです。あとスコアの縮め方、私分かんないんですけど、スコアを縮めるスイング教えますとかね。で、どのぐらい具体的にとか言うと、よりお客さん見てくれるかもしれないです。田中さん、いい質問ありがとうございます。参考にしてね。そうなので、まあ、ここら辺を意識するといいと思います。もうすごい初心者で分かんないよっていうんだったら、オープンループ使ってみてください。まずで、まあ、質問型非常識、まあ、レベルがあるんですけど、自分が好きな感じで、毎回オープンループだと飽きちゃうんで、たまにここら辺を入れてあげたいとかすると、見てる方が飽きないかなっていうのはありますね。いっぱい投稿する方はそんなのも気をつけてあげてください。はい、
ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! バイバーイ。